皆さんこんにちは、ブルーマンです。今日なんですけども、こちらの題やっていきたいと思います。で、複数の方からですねコメントの方で、最近登場したこの題って運ゲーなんですかという質問をいただいたのでですね、自分なりの回答をしていきたいと思います。で、ちょっと一回やってみたいと思います。まあ、横はね、こんな感じでつけて、奥はここまでしかいかないんですけども、この赤いね2つの玉があると思うんですけど、この玉でですね、奥にあるこのボールを押し出していってですね、まあ、今落ちちゃいましたけども、一番奥の、空いてるところに落とせば景品獲得になるというトレバの新しい台なんですけども、自分も何回かチャレンジしたんですけど全く取れなかったので、この台ちょっと調査していきたいなと思ってます。で、実際にこれ運ゲーなのか技術で取れるのかというところをですね、お話ししていきたいなと思いますので、ぜひご覧ください。で、自分ではね取れなかったんですけども、トレバの獲得リプレイで何個かね、これの獲得動画上がってたので、それを元にちょっと研究していこうかなと思います。で、実際に取れるのかどうかみたいなところで、あんま自分もプレイしている中で取れてる人見たことなかったんですけど、結構ね数としては取れてましたね。で、こんな感じでうまくいくとね、この2つの赤い玉みたいなものでボールを押し出していくことができるみたいです。でも本当にね確率としてはものすごく低いとは思うんですけども、うまくいくと取れるみたいですね。で、実際によく取れるケースとしてあったのがこれなので、ちょっと紹介したいと思います。で、どうやって取っていくのかというところなんですけど、この3番のボールをね狙っていきます。で、このボールね獲得できるんですけど、このポイントはね、この奥の黄色い、なんていうんですかね、テープみたいな貼ってあるじゃないですか。で、この隙間に白いところのラインがあると思うんですけど、そこにね、なんかこううまく転がしていくっていうのがよく取れるパターンでしたね。で、これも見てもらいたいんですけど、多分この黄色のところがちょっとね、多分出っ張ってるというか、段差になってるんですよ。ほんとちょっとだけなんですけども、そのうまいね、段差みたいなものを利用して、こんな感じで転がしていくとですね、取れやすい感じだったので、多分獲得しやすいパターンというのは、この左と右両方ラインがあると思うんですけど、この白いところにボールが乗っているとき、この真ん中のボールですね、今、白いところのラインにいると思うんですけど、その時はねチャンスあるんじゃないかなと思います。こんな感じでうまく沿ってね、落とすことができるみたいなので、これでチャレンジしてみるといいのかなと思います。ただ見てる限りね、多分獲得ってね100回に1回もないと思うんですよ。なので、まあ、ほぼ運ゲーだとは思うんですけど、もしチャレンジする方はねやってみてください。で、この台ね、今もあるんですけど、よくね、この台ってどういう風に見つければいいんですかみたいな質問いただくんですけども、これ、ウェブ版の方で今、プレイしてるんですけど、何でもいいので、1個ですね、選択してみてください、景品を。で、トレバってね、各台によって、この ID みたいなものがあるんですよ。ちょっとちっちゃくて申し訳ないんですけど、この上のね、リンク、URL のとこ見てもらいたいんですけど、これ、番号がね、各台に割り当てられてるんですよ。で、今日紹介したね、台に関しても、ID が紐付けられていてですね、今日紹介した台に関しては、33001というですね、33001という番号、ID を入力してもらうと、その台に飛ぶことができるようになってます。で、この台ってね、基本的には毎日景品変わるんですよ。で、景品変わるとね、どこに行っちゃったのかなっていうところで思われると思うんですけど、この ID の台に関してはね、基本的には変わらなくなってるので、この33001というのを、明日もね、入力してもらえれば、多分違う景品にはなってるけども、この台で遊ぶことできると思いますので、そのあたりでね、うまくこの台やりたい方は遊んでみていただければと思います。まあ、繰り返しになりますけど、かなり獲得率低いので、まあ、ほぼ運ゲーと言えるかなと思いますけど、今日言ったね、やり方でもしよければチャレンジして、もし成功したらね、コメントいただけると嬉しいです。はい、ということで今回はですね、視聴者さんからコメントの方でいただきました、この台に関しての、ご紹介させていただきました。もしよければチャレンジしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。